皆さん、こんにちは。ひろきでございます。皆さん、いかがお過ごしですか？私は今日は日曜日ということで、ちょっと遅めに起きておりまして、この配信もこんな時間になっておりますが、余裕余裕という感じです。今日は何も予定ないんですよ。もう本当にフリーの日なんですよ。まあやることは見つけりゃいろいろ出てくるんですけどね。はい、ただその人との約束がないという、そういう日でございます。はい、ということでね、日本の旅行コンテンツでは、観光コンテンツでは、外国の観光情報をお届けしております。ちなみに英語のコンテンツでは、英語の観光コンテンツでは、日本の観光情報を提供しております。はい、ということで今回は、アメリカのボストンの観光情報をお届けしたいと思います。ボストンっていうとですね、昔々は首都だったんですよね。一応アメリカ建国時代ですよ。200何十年前ですよ。は首都だったんですよ。はい、もう一番大きな町で、はい、イギリス人たちがうじゃ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 いて、はい、でたくさん物とか作るっていうか、借り取ったりするじゃないですか。で紅茶とか作るじゃないですか。例えばお茶っ葉とか、そういうのを輸出、イギリスに輸出しようとするとすっごいお金取られてたんですよ。はい、税金を、はい、所得税を。それでイギリス人たちが、アメリカ在住のイギリス人たちが怒って、独立だーって言って独立戦争が始まったのがボストンでございます。古い町です。はい、そう、歴史のある町です。まあ町の規模感的には、位置づけ的にはですよ、奈良みたいな感じですね。意味合い的にはなんか昔の首都という意味合いが一つと、あと古びたビルが多い、まだ多いというか残っているという、その2つの点、あと歴史的に重要な場所であるという点。奈良県もね、神武天皇が即位した県ですからね。はい、初代天皇、はい、それと同じで、まあ、ボストンも、まあ、あれですね、歴史ある町です。はい、ボストンはですね、歩いても回れるようなちっちゃいコンパクトな町なんですよ、観光地に関してはね。はい、そうなんですよ。ただまあ地下鉄を使う、地下鉄か、一応地下鉄みたいな感じの、丸の内線みたいに、なんか途中で地上駅あるよねみたいな、そういう路線が3つあります。はい、それうまく使うとね、いろいろ行けるんですけどね。はい、基本的には港町なんで、港の方に行くとですね、木でできた桟橋とか、まあ木って言ってもコンクリートでできてるんですけど、木みたいな感じでできてる桟橋とか、リゾートホテルとか、あとヨットハーバーとかありますね。あとですね、周りに島が、ちっちゃい島がたくさん多いんですよ。そういうところにクルーズ船が出てます。観光クルーズ船が、はい、そういう感じのところですね。はい、あと水族館もありますね。はいはい、海側はそんな感じです。はいはい、でその海側にですね、なんていうか、こうアメリカ歴史の旅ロードみたいなのがあるんですね。なんか地図も配ってて、それをたどっていくとアメリカ独立戦争の時の様子がわかるという、はい、日本人にはあまり興味のないロードがあります。私は行きませんでしたそこまでは、今のアメリカ政治には興味はありますけど、アメリカ独立戦争の頃のことについてはそんなに興味はないんで、はい、それはちょっと使わなかったですね、そのマップは。はいはい、でですね、他にボストンで、まあ名所といえば、まあ日本が誇る、まあ
日本最高の、歴代最高の指揮者でしょうね。小澤征爾さん、元フィリッパーズギターの小澤健二さんのおじさんですね。はい。はい。ちょっと古いか、小澤健二さんもちょっともうだいぶお年召されてるんであれですけど、はい。小澤征爾さんという方がいらっしゃって、その方が、常任指揮者をなされていた、音楽監督か、音楽監督をなされていた、ボストンシンフォニーオーケストラ。あれ？で合ってるよな。ボストンシンフォニーオーケストラですね。はい。とにかく、そこに行くと BSO って書いてあります。BSO で覚えましょう。もう BSO で覚えましょう。はいはいはい。そうですね。BSO で覚えてましょう。はい。そこでですね、もう名演奏を聞くことができます。古い建物なんですけどね、もう椅子もまた、もうギシギシ言わねえかなっていうぐらい古い椅子がまだ使われてるんですよ。はい。で、傾斜もないんですよ。古い劇場なんで、古いオーケストラ演奏劇場なんで、傾斜もないんで、もうなんじゃこりゃみたいな感じなんですけど、まあ、なんていうか、電動ですよ、電動。音も別に大して良くないんですよ。音質も。はい。けど、演奏は素晴らしいですよ。ボストンオーケストラですから。はい。まあ私、聞きに行ったんですけど、まあ、なんていうか、ファイナルファンタジーがバージョンアップしたような素晴らしい音楽が聞けましたね。それが、なんと、ボストンオーケストラ初演とのことで、初演を聞きました。もう、かっこよかったな。なんか、大草原というか、山、草原、みたいな感じので、吹雪が、ふおー、草花が、ザーみたいな、そういう、こう、環境音楽的な、名曲で20分ぐらいしました。長い曲でしたけど、それは本当に聴いてよかったなと思いましたね。こんなのがファイナルファンタジーで使われたらすげえだろうなって思いましたね。はい。もういいもの聴いたって感じです。はい。そうですね。はい。はい。はい。あとはですね、私はちょっとスケジュール上行けなかったんですけど、そこに行かなかったの？ボストンに行ったのにって言われちょ、知ってる人には言われそうかもしれないですけど、日本の国宝級の美術品もたくさん所蔵されているボストン美術館があります。はい。一日じゃ回りきれないと言われているボストン美術館。はい。もうこれは、お見逃しなくって感じです。自分が言ってなくて言うのもなんですけど、はい、お見逃しなくって感じです。私ですね、ボストンにはですね、結婚式で行ったんですよ。自分の結婚式。自分の結婚式をやるためにボストンに行ったんですね。元妻の実家が、その BSO、ボストンシンフォニーオーケストラの建物の裏にある、ちょうど真裏にあるアパートでして。はい。そんな感じで、ボストンに行ったにもかかわらず、ボストン美術館には行く時間がなかったということなんですよね。そういうわけなんです、実は。はい、はい、はい。そうですね。でですね、料理はどこで食べても美味しいですけど、外食高いですよ。はい、アメリカなんでね。いろいろね、エチオピア料理とか、いろんなそういう各国料理もありますけど、まあ、まあ、あれですよ。ボストンといえば、ファーストフードで言えば、ダンキンドーナツですよ。ダンキンドーナツ。はい。あれを食べときましょう、とりあえず。はい、はい。そうですね。ボストンが発祥の地なんで、はい。
あとはですね、パブリックガーデンとかいう公園があってですね、そこが居心地すごくいいですね。で、その隣にボタニックガーデンがあって、もう綺麗な花が咲いてるんですよ。はい。そこは本当、ああ、いいところに来たなーって感じがしますよ。はい。その目の前にもダンキンドーナツありますけどね。はい。ダンキンドーナツだらけ。本当に何店舗もあるんですよ。はい。はい。そうですね。まあ、基本的には街なんで、セブンイレブンもあるんで、全然生活には苦労しません。はい。滞在には苦労しません。はい。そんな感じのところですね。はい。そうですね。どうしようかな。ついでに隣のケンブリッジ市も紹介しておきましょうか。はい。ハドソン川を渡るとですね、ケンブリッジ市っていう市があります。はい。そこはですね、簡単に言うと、大学しかありません。大学とその周りを囲むレストランしかありません。はい、はい、はい。どんな大学かって、もう超有名大学です。MIT、マサチューセッツ工科大学とハーバード大学です。はい。で、結婚式はですね、ハーバード大学の中にあるファカルティクラブって言って、教授とか、在学生とか、あと卒業生、あと職員、ハーバード大学の職員しか使えないイベントハウスなんです。もう、だから、結婚式場ってなんかこう、複数のカップルが同時に別の部屋でやってたりするじゃないですか。ファカルティクラブは結婚式をやるときも、もう一棟貸し切りなんですよ、2階建ての建物。一棟貸し切りです。はい。だからもう他のカップルなんていません。自分たちだけのための結婚式ができます。はい。まあ、元妻がハーバード大学の卒業生だったんで、まあ、そこを安くて使えるんだから使おうよって。なんか、調べてみたらですね、アメリカで3大結婚式費用が高い町、州というのがあるらしいんですよ。それが、ニューヨーク市とカリフォルニア州全体とボストン市らしいんですよ。まあ、ケンブリッジ市も含みますよね。ボストン市らしいんですよ。ボストンでやったらもう何百万もかかるらしいんですよ。だからこれは無理だって、これはダメだっていうことになって、もう急遽、そのハーバード大学卒業生だというコネを使ってですね、そのファカルティクラブっていう、大学、ハーバード大学はですね、教授のことをファカルティと呼ぶらしいんです。才能って意味ですね。はい。すごいですよね。かっこいいですよね。ファカルティと呼ぶらしいんですよ、教授のことを。はい。かっこいいなと思いましたね。もともと教授たちの宴会場だったらしいんですけど、それをまあ卒業生とかにも開放したというのが今のファカルティクラブらしいんですよね。はい。で、ハーバード大学すごく広くてですね、で、真ん中あたりにですね、ジョン・ハーバードっていうハーバード大学を作った人の像があります。はい。それにみんな触っていくんですよ、観光客は。ハーバード大学自由に入れるんで、はい。自由に入れるんで、ハーバード警察がちゃんと見守ってるんで、はい。だから安全なんですよ。はい。で、入ってよく足とか触る人がいるんですけど、在学生しか知らない噂がありまして、夜中に1年生とかが酔っ払って、そのジョン・ハーバード像にしょんべんかけてるっていう 噂が、もう有名な噂が、在学生しか知らない噂があるらしくて、だから在校生は触らないらしいです。ジョン・ハーバードの像には。観光客だけが触っていくらしいです。これ皆さん覚えておいておきましょうね。はい。あと、ハーバード大学はですね、なんかショップを持ってるんですよ。オフィシャルショップみたいなの。はい。そこに行くと、いろいろ、ジャージとか、T シャツとか、H って書いてあるキャップとか、売ってます。はい。私はそこでチョコレートをお土産に買いました。
結婚休暇いただいたんで、お礼に会社の人たちとかプライベートでのお礼にチョコレートぎっしり入ったやつ、はい、一つ一つこう開けられるやつですね、そういうやつを買いました。はい、僕ハーバード大学卒業してないのにハーバード大学の T シャツを着るのが恥ずかしいやつだと思ってるんで、はい、ハーバード大学のキャップをかぶって道を歩いてたら、あ、君もハーバードなの？僕も何年卒？とかって英語で聞かれておどおどしたくないじゃないですか。はい。だから僕ハーバードのグッズは一切買いませんでした。はい。はい。はい。僕そういう人なんで、はい。はい。そうですね。はい。まあ、そんなところです。はい。まあ、ケンブリッジはもうボストン扱いされてるんで、はい。橋渡ったらすぐなんで、はい。文化圏としては同じです。なんて言うんですか？なんて言えばいいんですかね？川口が赤羽扱いされてるみたいな感じですか？なんて言えばいいんですか？これ、どう言えばいいですかね？ちょっとわかんないんですけど。まあ、ちょっと、例えが見つからないな。有楽町が銀座扱いされてるみたいな、日比谷も銀座扱いされてるみたいな、そういうイメージです。はい。はい。そんな感じです。はい。もう隣だし、繋がってるし、歩いてたらいつの間にか日比谷じゃん、みたいな。はい。そういうノリです。はい。そうですね。はい。ということで、ボストンと、あとおまけでケンブリッジのご紹介でした。はい。いかがでしたでしょうか、ボストン。ハーバード大学自体が観光地になってるんでね、ジョン・ハーバード像には触らないように行ってくださいね。はい。ハーバード大学行ったことがある人と一緒に行くと楽しいですよ。あ、ここあれって Facebook のマーク・ザッカーバーグがいた寮だよって、ちなみに私もここだったんだけどとかって教えてくれたり、そういう豆知識を教えてくれたりすると、ほーってなったりするんで、はい、楽しいですよ。はい、はい、そんなところでございます。はい、では、これでですね、実はですね、観光情報編一旦多分最後になります。はい、ですね、もう私が行った観光地多分全部喋ったんですよね。いや、行ったところあるんですよ。オハイオ州にも行きましたし、ペンシルバニア州にも行きましたし、ニュージャージー州にも行きました。けど観光情報を案内するほどの滞在ではなかったんですよね。はい。なので一旦このシリーズは終了ということになります。皆さん今までご清聴いただきありがとうございました。また私が海外旅行に行ったらですね、もう熱々の、もう行ったばっかりですから、帰ってきたばっかりですから、もう情熱深くですね、その観光地の案内をしたいと思いますので、ぜひぜひご期待ください。はい。あと、なんか言い忘れた、あの観光地あそこであれがあったじゃん、もう言い忘れてたよとかいうのがあったら、もしかしたらちょっとミニ編みたいな、ちょっとおまけ編みたいなことで配信するかもしれません。はい、はい、そんな感じでございます。はい、それでは皆さんご清聴ありがとうございました。また別の配信、できれば私のチャンネルでまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。失礼いたします。